さあ、本日は、GU の、品3点、トップスに、パンツ、アウター3点の、買ってきました。さあ、その中でもアウターは、GU で一番ときめいた品物でなりました。さあ、では何か見てみましょう。さあ、まずこれです。これは、スリーウェイマウンテンパーカーと言います。さあ、スリーウェイ、マウンテンパーカー。裏がボアになっていますね。とてもあったかい感じがします。そして、ここポケットですね。ポケットここの上からとこの横から入れれるようになっている感じになりますね。ここにも、ポケットがあってスリーウェイで、これがまあボアが取り外し式になっとるということですね。うん。さあ、これがまずアウターで1点。まあ、その、この、なんすか、肌触りも良しという感じですわ。はい。そして、2点目、トップス、これがミラノリブ、ネックセーターです。ミラノリブセーター。これ、ちょっと見てください。この、黒色。これ、すごくなんか、高級感感じませんかね。非常に、ちょっと早く着てみたい。アイテムですよね。非常に何かこう高級感があって良さそうです。はい。そして3点目、これが、ツイードライクイージャングルパンツ。色はこれダークブラウンを買いました。これも非常に良さそうです。ちょっとこの冬の今からの時期に向けて、ちょっとあったかめのこのツイード素材のね、この素材感と、あとこのデザイン、これ非常にいいですよね。ちょっと大人っぽく感じの、グレンチェックの感じでしょうかね。さあ、ということで、じゃあこの、3点、着てみよう。はい、さあ、着替えてみました。さあ、どうでしょうか。非常にね、この、いいですね。うん。このまずアウター、これやはり最高です。着てみた感じで。うん。このポケットがね、非常にこう入れやすいんですよね。ここを斜めにカットしてやるということで、非常にポケットが入れやすい。そして、あったかいです、これは。そして今着てみた感じ、この袖の通しがしやすいんですよね。ボアが途中で、その中、このボアがベストになっていて、この中がボアになってるんですね、この袖の中が。だからこう、パッとこう腕がこう通しやすいというか、いい感じですね。これは最高のアウターになっとると思います。そして、僕、実は一番アウターよりも気に入ったのが、このニット、ミラノリブニットですね。これはめちゃくちゃ何か気持ちいい。肌触りがすごくいい。で、可愛い感じで。これ一応 M サイズ。今、アウターも M サイズなんですが、僕はね、身長171センチ、64キロ。それで、まあ、日本人の標準体型をしとるわけですが、まあ、M サイズの M サイズ、オール M サイズを着ています。さあ、このミラノリブニットセーター、非常に可愛いと思います。この、肌触り、質感、これが1990円にまるで見えないと僕は思いますけど、皆さんどう思いでしょうか。まあ、どうですかね、本当にこのダボっとした感じの、僕はあんまりこういうゆるっとした感じのものを着てこなかったもんで、いつもピッチリピチピチの服ばっかり着とったもんですから、こういうのもやっぱりいいですよね。なんかこういきなりおしゃれさんに近づいたような感じがして、このやっぱりこうちょっとやっぱり緩めに着た方がおしゃれに見えるんですかね。非常にいいと思います。ただちょっとこう下にこう白色のなんかレイヤードでも腰元に着かしたかったんですが、そういう都合のいいアイテムは僕にはもうなかったです。うん。非常にこれいいですね。ではちょっと全身です。そうですね。一応この格好に一応下は靴スニーカー合わせてるんですけども、どうですかね。非常にこのアンクルパンツからその、スニーカーで、まぁ、あ、ちょっと、ちょっとカジュアルダウンしているのか、まぁ、あ、一応全身、一応綺麗めな感じでは仕上がっとると思いますね。非常にこう、女性の方からも非常に好評な評価をいただけそうな、感じになっとると思うんですけども、まぁ、あ、ちょっと全身ね、暗い感じで、本当に腰元にちょっとレイヤードでも効かせればよかったんですけど、できないもんです。まぁ、あ、ちょっとこう足元に白を、僕こう入れる感じでね、すればまあ全身ちょっとまとまるんじゃないのかという感じで、非常にいい感じです。まあこれまあ僕もその買ってみて、別にこの
3つを着てみる感じで買ったわけじゃなかったわけなんですが、まあ一点一点こういいなと思ってこう買い揃えてみたわけです。さあ、まあそうですね、あんまりこう自分でいいなと思って買うよりも、有識者がいいと思って買った方が、非常にこのおしゃれさんに近づきやすいということで、僕もやはり有識者の意見は参考にします。非常によろしいんじゃないでしょうかね。このやっぱり特に、僕はまあ、アウターが非常に有識者の方はいいと言われますが、僕はニット、これいいですね。ミラノリブクルネックセーター。ユニクロ A のも僕たくさん持っとっていいんですが、この GU の方がより優しい感じがして、あとこうビヨーンとこうね、伸びるんですよね、ビヨーンと。これもまた非常にね、0.450%が効いているということで、非常に面白いと思いますね。これは1990円で非常にお買い得だと思います。それでこのパンツ。このパンツは非常にそのダークブラウンで、まずその素材がいいです。素材が。あったかいです、これ。非常にこのツイード素材で、思ったよりもこの厚いんですよね。履いてみた感じ。厚めで。これでもね、人気品ですね。もう多分ないでしょう。品切れです。これは今、ちょっとした田舎の自由にでも行かないと、おそらくもうサイズ、もう、これないですね。それくらいだと僕は感じました。まあどうですかね。この僕ちょっと思っとるんですけど、この裾感が長い分、ちょっとなんかこう、足が短く見えませんかね。どう思うんでしょうかね。なんかちょっと上半身がバカッとでかくなっとるような気がして、まあ S サイズよく着ていた僕からしたら、ちょっとそのギャップにまだ馴染めないということなんでしょうかね。まあこのニット非常にいいと思います。ニットズボン、そしてアウター。これね、これやっぱり、非常に素晴らしいですね。まあ、またこれ後日、このアウターに関してまたちょっと徹底解剖してみたいと思うんですが、まあ、そうですね。今日のところはまあこんなもんですかね。以上 GU のね、スーパーシナモの3点の紹介でしたけども、いかがだったでしょうか。非常にね、このレベルの高い GU のシナモの、しかも値段も安い、全身で1万円いかないというコーデで、非常にかっこよく決めることができる。さすが GU のアイテムでございました。明日からね、そのユニクロのまた大感謝祭みたいなものが始まって、またいろいろね、僕もまだユニクロでも買ってみたいアイテムがまだあるので、またそれをね、ちょっと着て、こう、ちょっとどんな風になるのかさ、ね、着てみて、発表してみたいと思うんですけどもね。また、皆さん、まあ僕もね、ちょっと、フィリピンから帰ってきまして、またね、皆さん、またご期待に添えれるようなね、また配信をしていきたいと思っております。皆さんどうもありがとうございました。それでは、よろしい、いいねと思っていただけた方は、いいねのボタンの方をお願いいたします。それではまた。